島田レフリーってどういう人なんですか。素人はレフリーやってるでしょ。だからレフそうでも素人でも本当何でもいいけど勉強してもらったらみんな知って問題ないよね、うん、でも俺だって、うん、でも島田さんについては確かに俺がコーネのアイアン中村とかのディープのレフリーついてる時にちょっとクレーム出したことあるけど、はい、ちょっと納得できないことはあった、はい、これはだから正直クレーム出してだから外人選手からも、はい、僕あのプライドへ行くと、はい、僕だけ地方から来てるレフリーだから、はい、宿泊なんですよ。他のレフリーはみんな関東地区に住んでるから、はい、みんな自宅に帰っちゃうんだけど、はい、僕だけ選手としてバスに乗るんですよ。あのヒルトンまで、はい、そうすると選手から通訳通して、はい、今日なんで俺が負けなんだなんで俺が、こんな 3-0 で負けるんだって質問が僕に飛んでくるんですよ。はい、で島田に聞いたら、はい、いやレフリーの言うことはあのレフリーの裁定は絶対ですからっていうことしか聞こえないけど、あれはなんで僕の負けなんだっていうの聞かれて、はい、で僕が一応説明するんですよ、はい、あのプロの試合なんで、はい、あの柔術の試合じゃないですよ、はい、ポジショニングだけじゃな、はい、勝てないですよって言って、はい、ダメージを与えて、はい、いかに一本勝ちに近いかを競うのがプロですからって言って、はい、やっと納得してくれるんですよ、はい、でそうやって説明があれば納得できるんですけど、はい、島田レフリーみたいにレフリーの裁定は絶対ですだけじゃ納得できないあなたみたいに技術論言ってくれれば納得できますみたいな、はい、まあみんなでもちゃんと言ってくれば納得はしてくれるよ、ね、そうですね、そこまではね、はい、確か今日あなたはずっと上のポジションを取ってました、はい、でもダメージ与えましたか、はい、でもあなた最終ラウンドに打撃食らって鼻血出してましたよね、はい、それがイメージ的に、はい、ダメージ優先がプロの世界です、はい、確かにだって僕が島さんで洗ったのジャッジメントやってる時にそのディープで中村と前田芳郎はい、がやってん時の試合で明らかに 3-0 の試合でなんか青山 2-0 かなんか 2-1 かなんかつけられたんだよね。それでちょっと今日俺頭きたんで、はい、こうやってやって後から佐伯さん来てくれたけど、はい、これおかしくないですかって、はい、客観的に見て 3-0 で仲間何されましたって何もされてませんよね、うん、完封しましたと、うん、でどうしてか人俺本当に言われてちょっとびっくりしたのはエンターテインメント性がなかったってプロレスじゃねえんだよちょっといいですかとそれがジャッジメントの項目にあるんだったら納得します。そうそうそうないですよね。入ってたらいいんですよね、はい、おかしくないですか、はい、ぜひあのだからそしたら周りの選手たちお願いしますちょっと待ってまた俺ねちょっと待ってじゃあ佐伯さんが来てくれて、はい、佐伯さんこれね呼んでくるからと、はい、違ったら呼ぶからここで待ってて、はい、して周りも佐伯さんお願いしますまた俺来ねえかと思って、はい、して待ってたんだよ来なくて吉田とかも待ってないでみんな帰りやがって俺一人で控え室持ってなくて佐伯さんだけ来てくれて、はい、佐伯さんと海行く、はい、佐伯さんちょっとなんで佐伯さんあの島さん来ないのって聞いたら帰っちゃったっていう、はいはいいやそれおかしくない、はい、ってまずこれディープで初めて最低ちゃんと覆させるからちゃんとし申し訳ない、はい、佐伯さんこれちゃんと競技作るためにやって佐伯さんだからちゃんと話してくれたんでだからね島田ちょっとね、うん、ちょっと違うそういうところが他でもあったの俺覚えてるのあれ小安君と伊沢さんがやった時ってあるじゃないですか猪木ヴァンパイアでそれいなかったですかいないですそれ俺セコン頼まれたの、はい、俺小安君のこと教えてたの、はい、猪木ヴァンパイアって、はい、1ヶ月だけ、はい、あのトレーナーが一緒だったからお召し上げたの、はい、あのパンクラスチャンピオンだった裏健吾ってやつをスパリキパターンさせて俺が教えてたからやったんだけどその時で石田君教えてて、はい、あ島田小安君や、はい、小安君タックル取られたら足を下ろしてって聞いた、はい、ダメです足上がっちゃいます上がっちゃうねえからってなからそれ試合したんだけど結局でもうガードになること予期してたのよ、はい、だからガード入れてと、はい、でもそこでガードポジションでこうやってやってさ石田さんレスリングせえからなっちゃうじゃん、はい、でも小安君ちゃんとガードに入れてこうやってやってたの、はい、そしたら島田さんが向こうから来て、はい、島田あのね、小安くんね、こっからね、動かさないとね、なんだっけ、イエローカードだよって。おちょっと待って、ちょっと待って、ガードやねんと。どうやって動くねんと。アホかこいつとか言ったら、ちょこれ待って、周りの人からって、はい。この人申し訳ないけど、技術分かってねえだろ。いや、知らないよ。あの、ガードで動けなくたって動けねえんだよ、はい。そういう問題じゃねえんだよと。切れざるを得ねえじゃん、セコンドとして。お何言ってんだよ、怒られって。それちょっとね、そこで話させてくれたらいいけど、また、どっか行っちゃうんだよね。あなるほど。だからそれこれ逆にちょっと俺島田さん全員否定じゃなくて頑張られたからだけど、はい、俺みたいな人間言わなきゃいけねえなと、はい、みんな困るじゃん、はい、俺はそうよかったけど多分だからさっきのホエラーもそうだけど、はい、うわあとあのね菊田アレクセンで菊田が最後あ試合 見ましたよ確か、はい、菊田君とあれで最後ね菊田が腕十字決めかけたんだけどあそれ見たなこれでもねあのあいつは
まあ、あいつっていうかもう、まあ、あいつっていうのかいや、他のレフリーもジャッジもみんな腕十字の武田知らないんですよ。いや、それはまずいでしょ。いやいや知らないんだ。だって、いや、これぐらいは知らないんだ。危ないですよ。いや、知らないから俺が止めなかったじゃん、あの腕十字止めなかった、うん、で、レフリー最後見てるときに、はいはい、翔さん、あれもないから止めましょうよって言われて、はい、はって決まんないよってあれ、はい、いや、伸びてるけど、はい、もうあれが 100% だから、はい、あれが 80% であれば、まだバキバキっていくけど、はい、もう 100% 対 100% 伸びてる状態で、もう均衡しちゃってるから、はい、あれ折れないから、はい。いやー止めましょう。いやいや、危なかったら止めるけどって、はい。いやー、あれ止め、危ないです。いやいや、じゃあ俺腕十字かけたら教えたるわって言って、はい、島田とかあの、はい、あの、小林さんって僕の先輩なんだけど、はい、レスリングの。あ、レスリング。だから僕は教えてあげるんだよ、はい。これが菊田がかけた腕十字、我慢できる、ギリギリ我慢できます。じゃあ、本当に折れる腕十字やりますよって言ったら、でしょ、まあ、確かにそうだね。こう、こうするだけでも決まんないからね。いや、もうあと、ね、あの、締まってないから。ああ、そうそう、だから締まんないと決まんない、ね。そう、だから一つ一つポイントあるもんね、やっぱね。はい、あります。まあ、やってる時やったらそれは分かるよね。こういう状態で決まるから。こういう状態で。そんなの、伸びてるだけ。確かにそれはあれだよね。初心者はもうストップ。初心者はストップ。アマチュアならストップ。プロだろ。いや、プロは決まる。それも技術だよ。プロだろ。で、あれも、やっぱ後で聞いた、はい、あれ全然痛いけど、はい、折れないで、多分、菊田君も熱くなってるから、ちょっと力入ってるから。そう、だから、普段だったらもっと丁寧にやるだろう、菊田さんも、だいぶ熱くなってるね、アレクにね、いろいろ言われて。クッてるから、ね、それで。やろうみたいになってるから、からあれは、お互い 100%。腕も 100%。決めてる方が 100% だから、その先がないから、折れない。そうですね。だから僕は、止めないんです。だから、それをね、技術論分かんないんですよ、あいつら、みんな。お前、いやでもお前総合練習しやと僕は木口先生に教わってたけど、木口さんもだから知らないですもんね。あ、だからすごいのは木口さんほら明白だろ、確か明白だけど、すごいのは何も関節技とか MMA 知らない人がいろんなチャンピオンされてるって、 あなたどういう人なんですかって、ね、木口さんの十字固めってもすごいガニ股のまま固めてるけど、あ、ただ腕つぶいから離れねえなってバカ力やばいぞって翔平さん、あの宝島社を通じてさ、なんか話が聞きたいからって、はい、わざわざ名古屋まで来たんですよ、はい、で、修道さんに何が聞きたいかというと、総合格闘技の前世と衰退を聞きたいっていう、はいはい、同じようなことだよね話から、はい、今のこの話するじゃないですか、はい、で、本ができましたって言ったら、はい、高田信彦がメインに出た、はい、ユーダボリフの崩壊みたいな、それあれなんですよ、結局バランカー修道の話でも何でもそうですけど、結局一般がどこが分かるかっていうと、やっぱ高田であり、ね、タイガーマス、いや、ユーダボリフって俺関係ねえじゃん、関係なくて もうそうなっちゃうんですよ、で、高田さんが表紙の本ですよ、はい、でも高田さんの八百長だと思うのボロクソ言ってるんですよ、はい、俺高田選手が勝った試合全部八百長だとかでさ、はい、言っちゃってるからさ、でもな、鈴木健さんからめちゃくちゃクレームのメール来たし、俺だって結構いろんなことで、俺はエキセントリックの人間だからそういう言葉を言ったって言われて結構謝りましたよ、いや俺そんな言い方じゃなくてって、それ時代なんですよ、昔はそういう時代だった、個別でメール来たよ鈴木健さんから、修道さんはレフリーとしてニュートラルな立場でいてほしかったみたいな、正直言ってああやっていろいろ書かれると悲しいですよね、そんなこと言ってないですからいや言ってるんだけど言ってるよ、だから僕らまで方向性が違かったりするんで、例えばこれバカっていうのは、まあはい、今これアホやろっていうのとアホっていうのと違うじゃん、はい、それをアホって言われてだからって、はい、でも今こういうのあるから逆に今あれよね、あのいい意味で雑誌は残るだろうけど、メディアはあっちのメディア媒体も大変になっていくよね、そうですね、今度はね、確かにこういうふうに自由にこんなことやっちゃうような、まあ、俺はそんなに鈴木健さんに俺で修学さんみたいに中立な立場だった人が推測で物を言ってほしくなかったですみたいな、いや僕推測じゃないですよ、僕選手からも直接聞いてますからね、めっちゃいいですだから今度は危ないっすね、今の時代はもうあれだもんね、ちょっと入れてくれ今の時代はもう難しいよね俺がシュートだと先輩に当たるんですよ、先輩よ、だって年上だって言っちゃって年俺のが上だけど、はい、あのソバット、はい、ローリングソバットって、はい、あれはだから佐藤先生一番得意だったっすね、喧嘩でよく使ったら名前これ一番いいんだよ、いいんだよ、なんで俺伊藤裕二さんの名前知ってるの、俺見たことあるんだけど、いや絶対見たことある、だってこれね、あとね言えるのはね、あれですよ、佐山さんがなんかするとパートナーはいつもね伊藤ちゃんとかだったもん、デモンストレーション絶対これいつもそれか NK ホールなんかやってません、必ずこのとこです、ほとんどこのとこ、そうそう初めて